6月30日火曜日の天気をウェザーニュースキャスターの檜山沙耶がお伝えします。前線を伴った低気圧の影響で全国的に雨具の出番です。西日本は朝から雨が降り本降りの雨となりそうです。特に太平洋沿岸を中心に雨や風が強まることで河川の増水でしたり道路冠水にお気をつけください。九州南部のエリアではこれまでの雨で地盤が緩んでいる恐れがあります。急な斜面など危ない場所には近づかないようにお願いします。また東日本も広く雨が降ります。家を出る際は雨具をお持ちください。こちらも沿岸を中心に風が強くなりそうです。東北や北海道も天気が崩れ次第に雨の範囲が拡大していきそうです。また気温を見ていきましょう。前線の南側に入る西日本東日本地域ではジメジメムシムシとした体感となりそうです。一方東北や北海道ですと暑さは控えめで薄着だと少しひんやりしそうです。羽織るものでうまく調節を行っていきましょう。以上火曜日の天気をお伝えしました。